今日はですね、100円均一のもので、おしゃれに、毛針のちょっと小物入れを作ってみたいなと思います。用意するのは100円均一でね、セリアで売ってるこういうケース、それとこの藻のような人工芝みたいなやつですね。一応ここにナチュラルモスマットでグリーンというのを全部で1、2、3枚買ってます。はい、で一応ピンセット、それから釣り具のタックルベリーで、1つ、まあ、108円、100円ですかね、で買った、まあ、こういう毛針をですね、いくつか買ってますんで、全部でだいたい費用で言うと、なんぼだ、1、2、3、4、まあ、800円ぐらいですかね、800円ぐらいでちょっとおしゃれに作っていきたいと思います。ではスタート。まずは袋から破っていきたいと思います。結構ね、100円、今は最近の100円均一のもうおしゃれなんでバカにできないですよね、本当に。ここにですね、このマットを敷き詰めていきたいと思います。これなんですけど、裏面がもうこんな感じのスポンジっぽいくなっていて、表面はこういうちょっと芝生っぽくおしゃれなんですけどね、ちょっとこういう感じで敷き詰めて、後でね、形の方は後でちょっと合わせて、一旦ちょっと全部出していきたいと思います。まず、この中で形のいいものをできるだけちょっとチョイスして敷き詰めていきます。よいしょ。ちょっと切った方がいいですね。切れますね。ここをちょっと切ります。よいしょ、切れない、押して、こういう切ったさっきの材料も無駄なくこういうところに使えちゃうんで、入れていきます。よいしょ、なんかちょっといい感じになってきましたね。ちょっと楽しくなってきた。良くないですか、良くないですか、マジで。で、買ってきたさっきのこの100円の毛針を、今度ね、まあ、自分で作る動画もどんどんアップしていきたいんですけど、とりあえずすいません、勘弁してください。どうすかこれ、ちょっとこんな感じでおしゃれに、ちょっと毛針入れにしたらおしゃれじゃないですかね。ちょっともうちょっとアップして、これちょっとね気に入ってるんですよ。これ、これ良くないですか、これね、なんか蜂みたいな。Yeah.
こいいくらいですか。こういうのも今タックルベリーとかね、安くて100円とかで売ってるんですよね。なんか本当に生きてる、なんかね、標本みたいになって。ちょっとね、 前から持ってたやつもあるんで、もうせっかくなんで合体させていきたいなと思います。ちょっとこれもね、気に入ってるのこれなんですよね。これいいんですよ。これ本当にこれよく釣れます。って言ってもね、まだ僕全然そこまで、まず全然素人の域なんですけど、でも嬉しいっす。これも面白いですね。この辺も結構面白かったりします。ただ結局今もう天然のその魚渓流行ってもなかなか天然のってほんと少ないみたいで、実は天然物とか言われててもほとんどがもう放流、養殖しての放流をやっぱりやってるみたいなんで、結局はこうやって虫みたいな、まあ、この辺もちろんこういうの釣れるんですけど、追加で結局ショップの店員さんとかにも教えてもらって、これよく釣れるよって言ってもらったのがこれなんかイクラ風なんですけど、これ要は養殖所で、与えられてる餌に非常に似てるらしいんですよね。これね、この前管理釣り場で行った時はもうめちゃめちゃ釣れました、これ。もちろんイクラっぽいやつとかもイクラっぽいやつとかもあるんですけど、逆にイクラっぽいやつよりこいつが一番釣れましたね、本当に、こいつがここにいても全然映えないですけどね、なんか何これっていう感じなんですけど、あと意外と管理釣り場に行って釣れたのはあと2つ目これなんですよ。このふわふわのこれめちゃくちゃ釣れましたね、本当に。これをいいですよ。これも普通自然界になんかいなさそうっすよね、こんな。ただいないだからなんでしょうね、結構意外となんか自然の中にいてそうな感じよりね、なんか素人からするとこの2つなんか絶対釣れないでしょって普通買わないタイプなんですけど、かえってこういうの方が釣れましたね。逆にこういう虫っぽいやつの方が意外と当たり、逆に警戒しちゃって釣れなかったですね。まあ僕の腕がないんであれだったんでしょうけど、もう上手い人からすると何言ってんだこいつっていう感じなんですけどね。こんなのも、よく釣れます、本当にふわふわ系。はい、じゃあこんな感じでちょっとおしゃれに、作ってみました。ぜひ、まあ本当にこれを作る自体は安くで作れちゃいますんで、ちょっとここ可愛いんですよね。ここも可愛くないですか。本当にこういう霧の箱みたいなのに入ってるんですけど、なんかおしゃれなんでいいなって。はい、こんな感じで作ってみました。まあ本当に簡単で安くて誰でもやれちゃうと思いますんで、ぜひよかったらやってみてください。でこれからもこういうちょっと便利グッズみたいなこともどんどん配信していきたいと思いますし、素人ですけどこれからいろんな
渓流釣りのこともどんどんやっていきたいなと思いますんで、ぜひチャンネル登録とまた高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。それではまた。はい、これから追加でこれに、同じようなスポンジを入れてやっていきたいと思います。これね、本当はね、あのフライ用のリールではございません。ただちょっとアンティークでちょっとかっこいいんで、ちょっと横に添えてます。本当はこれ黒ダイ用なんですね。黒ダイ用落としないっていう、なんかちょっとかっこいいですよねこれね。はい、まあ細かいところは後で微調整してもらっていいんで、もう大体こんな感じで入れて、であとはもうここにさっきちょっとちらっと言ってたイクラなんですけど、これ思ったよりイクラ、もう見た目イクラっぽいんですけど全然釣れませんでした。あんまりねイクラっぽいより、あのこういうね意外とグリーン、結構餌が養殖の時の餌がほとんどグリーンみたいなんで、こういうグリーン系とか、結構意外とピンクとかこの辺釣れましたね。こういう意外とちょっと奇抜なやつの方がなんか釣れました。意外とこういうこれ見た目虫っぽいやつ意外と釣れなかったですね。逆に天然物にはいいのかもしれないですけど、まあ、あとは素人の僕らが言うなって話ですけどね。これね、僕が買った毛針の中で意外と最高級品ですこれ。このミミズっぽいやつ、この辺も意外と釣れなかったですね。まあ動きは、見た目の動きはすごい良かったんですけどね。これ結構釣れました、こいつ結構釣れましたね。これ結構釣れた。大体こんな感じのセットでやっていきたいと思います。まあプロの方からしたらおいおい渓流釣りなめんなよって思われるかもしれないですけど、こんな感じでゆるくやってますんで、どうぞお願いします。1分、ちょっとピンセットの紹介するの忘れた。ピンセットね、本当はこうやって使うだけ、取る時に使うだけっていうので、あの買ったんですけど、あんまり結局いらなかったですからね。まあピンセットあると便利なんで、これも使ってみてください。